こんばんは。こんばんは。そうです。本日は、公務員を速攻で辞めた男こと、谷さんに来てもらってます。はい。お久しぶりです。あ、お久しぶりですね。どうすか、あれから。公務員辞めて今1年ちょいぐらい経ちましたけど。はいはい、ちょうど1年、そうですね。1年ヶ月ぐらいですかね。はい。どうか。どうか。どうか。うか特にお金はなく。まあ、今の方がいいとか。同期の人たちは3年目なんですね、はい、今年が。なんで、ちょうど、はい、結構その、まあ、部署というか、はい、こうみんな、まあ、面接の時に、私はこういうことがしたくて入りたいんですっていうことをまあ言うわけじゃないですか。はい、で、まあ、結構やっぱ目立ってる人たちっていうのは、その希望の部署に入れた人たちだ。うん、だから多分、その成績も良くって、うん、ちゃんと面接でもきちんと喋れてるからこそ、うん自分の行きたい部署に配属をされた、初期の配属がされて、うん、それでやる気満々で頑張っていきますっていうのが3年前、うん、で、そこから3年経って、大体公務員3年、4年経つと移動の時期になる、はい、なんでその同期の人たちに会う、まあ、そういう元気な人たちに最近会うたんびに、もう来年どうなるか分かんないみたいな今は自分の希望通りで好きなことをやらせてもらってるけど、はい変わると、はいまあ、それに戦々恐々としてるんで、結局今がピークなの。まだ連絡は取られてるんですね、同期の方たちと。やっぱりそのアクティブ層の人たちっていうのは、アクティブ層の公務員の人たちっていうのは、はい、どんどんこういろんな街のイベントに出てる。ああ、まあ、公務員全員が死んだ魚の目をしてるわけではない。ではなく、本当に、10% もはいないですね。5% ぐらいは、5% もいないか。それ、3% ぐらいは。完全にマイノリティじゃないですか。そうなんですよ。だからみんなその職場では結構ね、いろんな作業をしつつ、大変というかまあ基本的には事務作業なんでをやって、本当にこんなことでいいんだろうかっていうのを思いながらやってて、で、そういう社外の場というか、職場外のそういういろんなイベントとか、なんか社会人チームを作ってなんかのプロジェクトをやるとか、そういう交流会だとかっていうのにいろいろ顔を出して、なんとか自我を保ってるみたいな。その交流会云々っていうのは、本職とは関係ないやつ自分で積極的に自発的にそうですね、はい、例えばその東京だったら読書会とかいうのも、はい、ああいうのも一つだし、はい、あるいは何かのセミナーだったり外部のセミナーだったりとか、はい、あるいはそういうプロモノとか、はい、なんかアイデアソンみたいなものだったりとか、はい、そういうものに参加をしてたりとかです、ね、地方のセミナーとかって何あるんですか。地方のセミナーはまあまあ いろいろですけど、最近あるのは結構経済団体って何ですか、はい、企業さんなんかが例えばデザイン、はい、みんなでこうデザインのこう必要性があるよねみたいな、自分たちの会社も扱ってる人、印刷物で扱ってるとか、はい、あるいはデザインを抱えてるとか、あるいはウェブのなんかシステムを作ってるとかっていうところが、みんなでチームを組んで、はい、その東京からお偉い方を呼んできて、お偉い方、はい、呼んできて、ちょっと最近の東京の潮流はこうですよっていうのを聞いて、はぁみたいな。あ、ちょっと、当ポッドキャストのシャープ7か8か忘れちゃいましたけど、はい、デザインの回っていうのがあるんで、はい、ぜひそれを聞いていただければと、ぜひ、はい、ヒントになるものもあるかもしれませんし、はい。はい、皆さんぜひお聞きください。と、はい、いう感じです。でも最近の、はい、最近の気になる話題とかありますか。気になる話題ですか。はい。そうですね。風の噂で、ビットコインに手を出したとか出してないとか。ああ、はい、ありましたね。いや、すごいっすよ。何がすごいっすか。いや、僕はその、全然仕組みとかっていうのは、ちゃんと理解してるわけではないんですけど、はい、あくまでもその、投機的な意味で、はい、すごい今、沸騰してるので。ああ、そうですね。恐ろしいことに今なってますね。よく言うじゃないですか。これから行っても遅すぎるとか、まだ間に合うとか、どうですか、谷さんの見立て的には。まだ全然いけると思いますね。投資は自己責任でお願いします。ですね。はい。そこはちょっと。なんで余剰資金でね。余剰資金、そうですね。人生を破綻させない程度で、ね、そう。失っても勉強ないだなぐらい思える程度で。はい、はい。そうはい、銀行とかそのゆうちょとかにね預けてるところで特に触れてないみたいなお金があるんだったら、そっちに入れてみても面白いかもしれないです、ね。いくつか買われたんですか。買いましたね。あ、ちょっとここで言えない感じになってます。結構な額も。結構なはい。なって。あ、久々になんか景気のいい話ですね。そうなんですよ。
いやお金って不思議だなと思って、まあ、あの投資されしたことがある方なら分かると思うんですけど、数字がね、単なる数字が増えたり減ったりするんですよね。うん、そうそう。なんかちょっと僕らが知ってるお金とは若干違う概念で、うん、数字の上下っていう感じです、ね。はい、FX に近い感じね。まあ、そので完全じゃそれと投機に近い感じだった。ほぼほぼ投機。ただまあ全体としてその、まあ、社会情勢みたいなところが、はい、トランプさんが受かったかどうか、はい、あるいは日本がデフォルトしたらどうみたいな話が、はい、まあその既存の法定通貨であるとしたら、はい、仮想通貨これからどう広まっていくだろうみたいな、はい、全部こう特色があるんで、はい、ビットコインはこうとかイーサリアムはこうとかそのネムがこうとかっていうのが全部仕組みがあって、それぞれがこれからどういう普及の仕方をしていくだろうとか、どういう利用の仕方をされていくだろうみたいなことを想像したら、まあそうなくなることはなさそうだなって、これが多分広がっていく一方なんだろうなっていうのでお金預けてねみたいな感じなんで、そこまでこう、まあ、乱高下はするんですけど、全体としてはずっと伸びてるみたいな感じの状態ですね。じゃ大さんの見立てでは今後もどんどん利用者が増えるなり、まあ、もっと普通の人も使い始めるだろうっていうことですね。はい、こう紙幣というかお金の発行権って、はい、もう権力の中心みたいなところあるじゃないですか。うん、そうです。それを各政府が許しちゃうんですか、野放しにしちゃうんですか。自分のいわゆる権力がちょっと弱まるのを意味するわけじゃないですか。うん、それでも広がっていくと思いますか。そうですね。でももう多分入れざるを得ないっていう感じな、多分システムとしては、うん、その現金を使うっていうことだったりとかにあんまりこう意味がないじゃないですか。うん、別にスマホでピッとそこで生産できてしまうと、まあまあ、それはまあ電子マネーの話はちょっと話は違うんですけど、まあまあ、非現金持たないっていうのは、確かに東京で暮らしてる間は正直現金ほぼ使わずに生活できるんで、毎日コスト、そのなんていうか、あれを管理するコストがすごい多分かかってるんだと思うんですよね。そのお札をそう管理したりとか作ったりとかもそうですし、その銀行のやり取りなんかでも手数料が必要だったりとか、いろんなセキュリティも何重にもしなきゃいけないし、何かあったら大問題なんで、銀行もすごいそこが大変だと思うんですけど、そういう意味でこういろんな人がそこのセキュリティに関わって、なんてこう負担が小さく、一人の負担が小さくかつ強固なセキュリティができるっていうのは、まあ、僕も詳しく知らないですね、あれですけど、本当はこれから広まっていくんだろうなっていう。まあ、一時期、その、中国が、自国の人民元、不安に思った人たちがみんなビットコインに変えちゃって、はいはい、お金が流出したって来年だみたいな話があって、規制かけて、みたいなこともありましたけど、はい、でも多分もうそんなことも歯止めは多分かけれないんだと思うんですよね。じゃそうなったら、今、金がバーンって上がってるっていうのもありますし、何かしらやっぱりこう人の不安で、いろんな通貨は物に変えられたり、ビットコインに変えられたりって、その中も今、投機的な一つの、なんていうか、逃げ場所、お金の逃げ場所みたいな感じになってる。なんでそういう大きい話はよくわかんないです。じゃあ、一応もう一度言っておきますか。はい、投資は自己責任で。自己責任で、はい。お願いします。はい、そう、じゃあ、だいぶ前振りが長くなってしまいましたが、はい、本日は、はい、権力のある、はい、おっさんとの付き合い方。難しいですね。はい、はい、行きましょう。じゃあ、それではちょっと一回、オープニングいきますんで、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけですね、はい、まあ、権力のある、はい、おっさんとの付き合い方。まあ、ちょっとおっさんっていうのも、はい、なんか言葉がね、はい、ちょっと乱暴かなっていう気がするんで、あ、おじさんぐらいします、ね。おじさん、はい。権力のあるおじさんとの付き合い方。はい、上は90まで。上は90、そうですね。はい、まあ、まあ、80ぐらいまでいいかな。どういう話かというと、はい、まあ、僕ら30近かったり、はい、30超えてたりしますけど、はいはい、まあ、世間的に見たらどうかわかんないですけど、うん、まあ、30前後になったところで、はい、まあ、上には上がいるし、そうですね、まあ、例えば政治の世界に行けば、うん、60歳ぐらいになっても、はい、まだ政治の世界では新人扱いというか、うん、まだ、コアッパみたいなところがあるところからも分かるように、はいはい、男性であろうと女性であろうと、うん、いくつになっても、うん、権力のあるおじさんと付き合っていかなきゃいけないと。そうですね。だからまあ割とこの話は普遍的な話になるのかなと思うんですけど、ね、うん、はい、今谷さんは鳥取の方で、そうですね、ほぼ毎日、はいはい、おじさまたちと、そうですね、はい、付き合いされているということで、まあまあ、はい、そこら辺のこう、どうやってその
まあ、気に入られるなり、はい、まあ、懐に飛び込んでいくなりを、はい、されているのかという話を伺いたいと思います。わ、はい、かりました。はい、なんでしょうね。一つは、はい、一つさ、その話を聞いて真っ先に思ったのは、はい、多分その おじさん同行ではなくって、はい、男はどうかって話になって男性論すごい最近感じるんですけど、はい、あの本当に男性ってオスなんですよ、はい、本能的なオスなんですよ、はい、だから競争ですよね、はい、他のオスには勝ちたい、うん、でだんだん年食ってくる、年食ってのはまあでも30とかでも多分入ってくるとそのこの仕事の話をしたりとか、はい、男同士で、はい、とか何かこう、まあ、40でも50でもそうですけど、はい、相手を打ち負かそうとするんです。マウンティング的な、そう、それです。それに多分ね、本能的になって俺が一番強いんで俺が一番優秀なんだっていうことがないと、うん、自分が安心できないというか、うん、そこをなんかもうね、本能的に求めてしまうっていうところがあると思って、それは別に女性によく見られたいとか、うん、そういう結果の話ではなくて、うん、衝動として男に打ち勝ちたい、うん、男の中で一番でありたいみたいな、うん、他の男に勝ちたい、そうです、それがあるんじゃないかなと思って、うん、なのでそのさっきのおじさんたち、はい、有力者のおじさんたちって話になると、急に対立しちゃうのってそこが脅かされる、うん、それを脅かしてしまった時に、うん、あの反発が来るんですよ、うん、あ、要するに今俺が力が届く範囲のここの今の状態を壊しに来るんじゃないかみたいな、はい、イコール自分はもう役立たずであって、うん、若く出てきた生きのいいのが、うん、自分よりもこう信望を集めてるみたいな、はい、状態になってしまうのが、まあ、本能として耐えられないっていうところがあって、うん、楽しくない、その楽しくない、うん、そこなんでこうそこを警戒してしまうっていうところがあるんで、はい、じゃあそれのためにどうするかってなった時に、はい、その彼のおじさんの範囲を広げるっていう、はい、おじさんを拡張するっていうことが多分必要になってくるんだろうなと思うんですけど、面白そうな話です。おじさんを拡張する、拡張する、はい、つまりそのおじさんはおじさん単品でおじさんなのではなくて、はい、おじさんが持ってる会社だとか、はい、おじさん持ってるコミュニティだとか、はい、おじさんの射程だとか、はい、そういうおじさんに関わる、はい、その一切のものっていうのがおじさんなんです。おじさんの中で、あ、おじさんっていう概念はそう、その人一人にあるのではなく、 その人の、まあ、取り巻きなり、はい、所属しているものなりを含めておじさんであるから、はいはい、でおじさんが経営している会社が傾いたらおじさんも傾く、はい、でそういうなんかこう全体を、はい、意味する言葉だと思う、はい、そういう多分おじさん自身もそう考えて無意識のうち、うん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 、ってなった時に新参者がじゃあおじさんに取り入ろうと思ったら、はい、まずそのコミュニティの中に自分自身が入ってしまって、うん、その中で自分の株価を上げていくっていうことをやれば、うん、自分もあのか上がっていけるし、うん、同時におじさんグループの中に自分も入ってるので、うん、おじさんの株価も上がっていくみたいな、うん、だからおじさんからお前が頑張れば頑張るだけ俺の評価が上がるっていうような、うん、形、一回自分自身がおじさんになって、そのおじさんの中心にいるおじさんに何かしらの利益をもたらして、で認めてもらう、そういうことです、ね、うん、でそのおじさんに認めてもらうのはその結果を出すっていうこともそうなんですけど、それだけじゃなくて、ただ単にこうあの頼るっていう、頼る、うん、あの射程みたいな感じになって思いますよって言って入っていくのでも全然 OK だと思う。はあ、い、だから要はだからおじさんにそのなんて表現していいか分かんないですけど、はい、おじさんコンセルみたいな、はい、おじさんコンセル、総合商社、おじさんホールディングスみたいな、はい、みたいなところと その自分自身が対立構造にならないっていう、うん、そこに入ってしまえば あとはもうどうにでもなるっていう話、まあ、それが巨大なおじさん同士だと、はい、政党の派閥みたいなものになったりとか、はい、町内でも誰派なのか誰派なのかみたいな話になるんですけど、はい、なんでちょっと目立ったようなことを最初にポンとすると、はい、いろんな派閥がやっぱ声がかかるとか、はい、うちの射程にうちの島に入らないか、入らないかみたいな話は多分出てくるので、はい、その時はちょっとまあ選ばなきゃいけないですけど、どこに所属する。どうやって選ぶんですか。そこはでも正直言って、はい、おじさんはそんなに数値化されてるわけじゃないじゃないですか。どういうところを見て、どっちかというとあの。そのおじさんコンセルにさっき入るって話をしたんですけど、はい、そのどっぷり入るというよりかは企画ごとに関わるっていう方が多分健全だなと思います、ね、はい、その A おじさんが、はい、やった企画に
を手伝って、はい、そこで下働きをして、はい、あこいつはちゃんとそういうことができるやつだなって思ってもらうで終わったら、まあ、慰労会にも参加して、うん、挨拶はして、うん、で帰る、うん、で今度 B おじさんのグループの集まりがあった、うん、そこにも、うん、呼ばれたら顔出して手伝ってっていうことをこうやってってその時こう A おじさんはいい顔しないじゃないですか。あいつ B おじさんのところに行ってるみたいな。その1個だけにずっと生き続けると、はい、そこに なっちゃうんですけど、キャラが。最初の段階で、そこまで深入りせずに、しないちょっと顔出して、はい、ちょっと顔出して、みたいな。新刊でいろんな作品顔出すみたいな。はい、ですね。それをやっておいて、あいつは、まあ、俺の射程でもあるんだけど、うん、どっちかというと、どっぷりっていうよりかは、なんか街のためというか、うん、全体のことをなんかやろうとしてるやつなんだなってい う、うん、こうソフトランディングをしていく、うん。一番理想的な、はい。賢いですね。下手にこれで A おじさんのとこばっかり言っちゃって、はい、B おじさんの断るみたいな話になっちゃうと、はい、あの子は A おじさんグループなんだなっていうの周りも認識しちゃって手を出しづらくなっちゃうんで、だから、まあ、人気が発生しない程度にっていうほどほどに、まあ、もちろん最終的な目的ありきですけど、はい、その目的のためにいろんなおじさんコンセルにちょっとずつ顔を出して、はい、まあ、顔は知られてるっていうところに持っていく、はいはい、でいざ A おじさんか B おじさんかの力が必要なときは、はい、お願いしてみると、まあ、頼ってみると、はい、企画単位で頼る、はい、ポイントで頼るってことです。この件はもう B おじさんしかいませんよね、はい、とか、この件はぜひ A おじさんのお力がみたいな、はい、っていう感じで。でも一番大事なのは、はい、その人自身が何かを個人でやってるって感じなんです、はい、それがなくって、ただ普通にやってるだけだとこうよくわからないやつになっちゃうんですけど、その人自身っていうのは例えば谷さん自身が自身が、はい、何かその人が団体を持ってたりとか会社をやってたりとか、はい、あれ何かこう企画をやってたりとかっていうのが前提で、普段はあいつは何て言うんですか、そいつはその自分のプロジェクトが一番大事なんだなっていうのは、うん、ホームグラウンドを見てるというか、はい、それプラスでいろんなところに手伝いの来てくれて下働きもしてくれる分かるやつだっていうふうにするっていうことかなと思います、はい、ってなる。でも自分で何かをやるっていう話はなかなかみんなにできない話なんで、はい、そういう人はちょこちょこってあのいろんなところに行ってお手伝いをするぐらいのキャラクターでいいと思うんですよ。別にどっかどっぷりでもいいんですけど、ね、別に A おじさんグループのどっぷり入ってずっとそこにコミュニティが合うっていう話でもいいと思うんですけど、まあ最終的な目的から、はい、ある程度考えて、はい、まあ、立ち回りを考えていく、はい、ということですか。です。頼られると A おじさん B おじさんは頼られると嬉しそうですか。それともちょっとめんどくせえなみたいな感じです。そこはもうやっぱり男の子なんで、はい、気色満面によってはいかないんです。最初はなんだっていう子、はい、まだよくわからんのが来たなと。めんどくせえこと言いやがってでもしょうがねえなみたいな。しょうがねえ。早いですね。出れが早いですね。そうなんですよ。どん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 人が減ってってるので、若い人もやっぱ少ないんですよ。はい、だから今までは普通にあった若い人から頼られるってことはもう今なくなってるの、数的に。あ、久しぶりにそういうのあるな、みたいな。自分も男の子なんだ、みたいなところを、おっさんたちが感じれるっていうのは、やっぱり頼るってことだと思います。じゃあ今のところ、まあ、そのやり方で、割とうまくいってる。そうですね。うまくいってるかどうか、ちょっとインタビューしてみないとわからないですけど。いや、まあ確かに。それが、まあ、現状では最善なんじゃないかと。ですね。あとそのよく言うその頼まれ事は試され事って言うじゃないですか、はい、あれまさにあれだと思う。なんかやっぱりそうやってやってると頼まれるんですか。ほんと些細なことから、はい、例えばじゃ あのここの部屋の片付けしておいて、はいはい、飲み会の準備でもしておいて、はいはい、このちっちゃいことからこれ誰々さんにことづけ、はい、あの連絡しておいてとかもありますし、例えばちょっとじゃちっちゃいイベントのじゃ仕切りやってみるかみたいな話だったりとか、そういうのはやっぱりちょこちょこね、うんうん、全部やっぱ一人でできないので、若い労働力が出てきたら、じゃあそれは任せたくなるので、うん、そういう時に、ちゃんとやる、うん。ちゃんとやって、ちゃんと相談するっていうこと。うん、別に、普通にスッとできちゃいそうなことでも、うん、これでいいですかって、ちゃんとこう確認を取ると。報告連絡相談。をすると、あ、自分もちゃんと耐えられてんだな。うん、ちゃんとこいつ、俺と連絡取ってくれるな、みたいな。すると、すごいあざといやつみたいな。いや、なんか、丁寧にコミュニケーションするというか、あ、そうですね、そうですね、ちゃんとそこをやる、うん、コミュニケーションって結構余計なって言っちゃいけないですけど、うん、余計な一言が大事だったりするじゃないですか、はいはい、そこですよね。あとはその東京田舎ならではなのか分からないですけど、はい、
会うことも重要性なんですよ、ね、あ家に行く、ピンポンって、はい、家に行っていませんかって言ったらいないんですよ、はい、どっか出てるんで、はい、それでいいんですよ、あ この間行ったらみたいな話をするだし、あの奥さんとか子供さん出てきて、あそうですか分かりましたって帰る、はいはい、名前だけ名乗って帰る、はいはい、誰たんちゃん来とったよみたいな、はいはい、家で行ってもらってもうそんなね本当にもうどぶ板せん完全にそれが大事なの、あのそう若者みたいにそのメールのやり取りでやったりとか、はい、あれメールだラインだスカイプだみたいな、うん、電話というよりかはなるべく会って話す、はい、会う回数を増やす、はい、会った時はちゃんとこう質問をする、はい、頼るっていうことをひたすら繰り返してれば、はい、いいんじゃないですか、ね、うん、まあちょっと恋愛にも使えそうな話だなと思いました。まあちょっと恋愛は若干違う気もしますけど、まあ、そんな本当基本的な人としてのこうコミュニケーションを丁寧にやるっていうだけの話だと思います。うん、じゃあまあ話をまとめると、はい、まあ、おじさんといえども、はい、男の子だと、うん、男の子、そうですね、まあ正直その気持ちはわかります。男の子なんで、その男の子心をくすぐる。決して敵対しない。戦ったらもうね、向こうが勝つしかない。向こうが勝たなきゃいけなくなっちゃう。負けられない。向こうも大変なんですよ。自分の今の地位を守るために。ゴング鳴らさないでよってなっちゃう。まあ、不戦がね、一番の。そうそう。大事ですよね、本当に。血を流したらダメです。敵対しないように、まあ、少しずつ顔を出して、まあ、自分のホームグラウンドであるっていうことを相手に分かってもらいつつ、うん、ちょっと顔を出して力を貸すなり、うん、おじさんにとって利益になること を、うん、をしてあげて、まあ、顔と名前と、はい、を覚えてもらって、うん、少しずつ清水を高めていくと。ですね。まあ、細かい、あれはいくらでもありますけどね。その、例えば新聞に取り上げてもらうとか、はい、テレビに取り上げてもらうとか、一番彼らが影響力を与えてるもの。はい、まあ、いや、権威を借りるってやつですね。権威を借りたりとか。あるいは彼らが大切にしているものを守るとか。例えば彼らのお父さん、お母さんを大事にするとか、にちゃんと日頃挨拶しておいて、何かあったら手伝ってあげたりとか、喜んでもらったりするようなことをやるとかっていうのをするだけでも、普段はできない親孝行、代わりにしてくれてる若者がおるみたいな感じで評価が上がったりとか、そういうなんか、もうそうなったらテクニック的な感じで、まあ、ね、通底してるんですよ、そういう話ですけど、うん。そうですね。最近ちょっと思ったのが、はい、いかにそのおじさんたちと、上司と部下の関係にならないかっていうのは、大事だなっていうのは思ったんですよね。はい、違うベクトルから入っていく。はい、例えば、ちょっと今は使えないですけど、昔だったら、友達のお父さん。はいはい。で、なんか、それって別に、ちょっと違うベクトルで見てくれるじゃないですか。ですです。なんか、息子の 大切な人みたいな、はい、息子の娘の大切な人みたいな感じだったりするし、あとは、その、まあ、高校とか、大学とかの先輩後輩。はい。とかっていうのも、まあ、部下ではないじゃないですか。はい。だからちょっと、なんだろう、俺側の年下のやつみたいな。はいはい。感じ、まあ、ちょっと、まあ、パッと思いついたのはそれぐらいですけど、まあ、そんな感じで、こう、違うベクトルで、完全な、こう、なんだ、こう、指示する側とされる側と、はいはい、っていうところとは違う。うん、ちょっと、横よりちょっと下ぐらいな感じで、こう、斜めぐらいから付き合うと、はい、一番いいんじゃないかなって思ったんですよね。ですね。すごい、その通りだと思います。本当ですか。だ自分自身が自立してるってことですね、まずはね。そうですね。自立して一人の、こう、何か人間として見てもらった後に付き合うっていうことをしないと、はい、こいつは部下なんだっていうカテゴリーで入っちゃうと、うん、もう、お互いが、そういうポジションになっちゃうのかな。うん、そっからもう、大体もう、まあ、50とか60過ぎて、まあ、普通の会社に勤めてれば、部長クラスになってますし、はい、地方だったら、まあ、その地域では名の取った人に、まあ、自然となっていくじゃないですか。はいはい、その立場はその立場で辛いものがあるかなとは思いますよ。いろいろ、まあ、守らなきゃいけないものというか、いろんな枷がついてるような。いや、そう思いますよ、ね。だそういうところもね、話してあげるとすごく喜びますし、大変ですよね、みたいな。共感ですね。だからもう恋愛効果。完全に。B グループの人やっぱきついっすよね。なんで悪の共感みたいな。ありますね。
そこら、まあ、そこら辺はね、影響力の武器なり、カーネギーの人を動かすあたりに詳しく書かれてるかなっていう気はしますけど、あでもそこら辺は実践しないと、まあそれは、本読んでも分かんないよね。そうですね、そうですね。本読んで実践して、実践して本読んでっていう感じで、一番身につくかなっていう気はしますね。じゃあそのおっさんとの付き合い方はそんな感じですか。そうですね。あと実践あるの。実践あるのですね。じゃあ理論は、まあ、今日話したようなやつ。まあこれ地方限定ですかね。まあまあ、どこでも使う。どこでも限定的な話ですかね。あじゃあここから別の話もありますけども、はいはいはい、まあ、普段たくさんのおじさんたちと接してるわけじゃないですか、ね、はいはい、まあ、まあそういうことで、はい、ちょっと聞きたかったのが、はい、個人的にはおじさんは2種類いると思ってるんですよ。一つは、まあ、今言ったように、うん、力を持ったおじさん、はい、でもう一つはデブでチビでハゲのおっさんって勝手に呼んでるんですけど、うんうん、はい、要するに力のないおっさんですよね、うんうん、どことなくこううつろな目をしてるというか、なんかこう肩がシュッてこう縮まってて、なんかあれ、本当の体よりちょっと若干こう身を潜めて生きてるようなおじさんたちを僕はまあ愛着も込めて、デブでチビでハゲなおさん、必ずしもデブでチビでハゲではないですけど。医者行った方がいい。心療内科で。とまあ呼んでるんですけど、そういう方たちと普段お付き合いはあります？いやー、基本的にでも、普段付き合うのはアクティブ層の人ばっかりかな。まあ、そもそも田舎でそういうおじさんっていうのはそんなに多くない。あ、本当ですか？かな。だからみんな一国一城の主たちばかり。都内ではいかなくてもみんな何かしらこう役割が与えられてるんで、はい、あ、その会社ではこういうポジションだし、はい、その町内ではこういうポジションだし、はい、あの家族の中ではこういうポジションみたいな。はい、何かしらの役割が多分あるんじゃないか。なるほど。自分が何者であるかっていうのをちゃんと、うん、規定されてるというか、うん、ああなるほど。そういう意味では多分相互とって呼ばれる、はい、あの共同の労働というか、はい、ドブさらいだったりとか草刈りだったりとかっていうのを日にちを決めて、はい、各家から1名ずつは絶対出してねみたいな感じでやったりと、はい、不益労働みたいなとことかも多分それに役立った。あと、まあ、お祭りだ、地元祭りだったりとか、はい、時になったら絶対一人、まあ人が足りないので、役割を持って発表を来たり、作業を来たりして、そこで役割を果たすっていうのが与えられてるっていうのは、もしかしたらそういう効果があるかもしれない。あ、そうなんですね。なんか、まあ、普段僕が東京に住んでるから、そういう、特に朝の 山手線とかで見かけるんですけど、そういう方たちばかりでは。東京でも多いですよね。やっぱ多いと思います。もうだって毎回来るたびにかな、負のオーラがやばいなと思って本当にみんなこれしかないって思い込んでるな。もうちょっと辛いですけど、でもね、さすがに全員は救えないので、うん、あれ、まあみんな、うん、でも大変だなと思いますね。じゃあおじさんたちはやっぱり東京にいるより、東京で見るおじさんたちより、地方にいるおじさんたちの方が生き生きしてますか？思います。さっき の、その、はい、あの競争っていう話なんで、はい、だから競争に負けちゃうんですよ、はい、そうですね、多くのおじさんたちは、はい、それってもう、ね、自分が許せなくなっちゃうと思うんです、はい、でもう自我が保てなくなるというか、はい、いう負け組のレッテルを貼られてしまう、はい、で自分もそう思ってしまう、はい、でもそう思いたくないけど、でもそうなのかなってなって、そのなんかせめぎ合いがあって、なんか世界がいろいろこう動いて乗り遅れちゃうかもしれないし、パソコンもうまく使えないし、仮想コンって何みたいな、分からないけどそういうこうぐちゃぐちゃっていう、はい、いろんな心配とか不安とかっていうのが多分あるんだろうなと思って。つまりそれで言いたいのは、それってあるいは東京だけど、まあ、東京だけとは限らないですけど、はい、都市部での話であって、その比較することによってその勝ってる負けてるっていうのがあるわけじゃないですか、はいはい、だからまあ人が多ければその分競争しなきゃいけない相手がいて、その結果負ける人たちもが圧倒的に多い、はい、まあ、それはナンバーワンにならない限り必ずどっかしらで負けちゃうんで、はい、なると、まあ、こううつろな目をしがちになっちゃうというか、であればその当然人口の少ないところの方が、人が少ない分何かしらね勝てるというか、自分の存在意義を与えられたり、はい、得ることができるんじゃないかっていうことですか、ね、そうですね。だから田舎はそのさっきのデザインの話で言ってた、はい、
やっぱり周りにすごい人っていないんですよ、うん、飛び抜けてその世界的に活躍してたりとか、うん、むちゃくちゃ年収何千万もあるっていう人が一人もいないので、うん、いて、まあ、極端に言えば、うん、そう、まあ、私たちの視界の中に、はい、いないっていうことは自分って悪くないなってなるんです。ああ、そうですね、普段そういう人たちに触れてたら自分って全然ダメだな、うん、比べてダメだなってなるのは、うん、そういう人たちってのはまあテレビの中の世界だよね、うん、まあ、新聞に載る人たちだよねっていうような、うん、一つのこう諦めというか、住み分けができるんで、だから自分のプライドは傷つかない、うん、僕の日常、私の日常には関係ない。関係ないんですよ。あれはおとぎ話っていう話になっちゃうので、はい、そういう意味で自分がダメだ、うん、すごくどうしようもない、役立たずだとか、うん、っていうようなことを、を考えない、無知、うん。無知だから幸せみたいな、うん、ところはあるなと思います。うん、じゃあもし、仮に僕があと数年して、デブでチビでハゲのおっさんになった場合は、はい、地方に行った方がいいんですか？絶対そう思いますね。まあ、何を幸せとするかの話ですね。はいはいはい、けど、ガンガンその、本当ノーベル賞から、ね、争うみたいな話だったら、はい、多分こっちの方がいいのかもしれないですけど、うん、そうじゃないよねって話になるんであったら、うん、もうちょっとこう。まあ、まあ、他者承認だとか、とは思うんですよね。うんうん、自分が、人かどの、東京にいる限りだと、人かどの人物になれないわけじゃないですか。はいはい、でそうなると、こう、人かどにならない限り認められない。うん、なるのがやっぱ辛いんじゃないかなと思うんですよ。うん、そこのハードルが上がりすぎてるんですよ、ね、うん。と思います。まあ、言っちゃえば、まあ、日本トップクラスなり、世界トップクラスの人たちと戦わなきゃいけないっていうのは、うん、ほぼほぼ勝ち目がない勝負だと思うんで、うん、最初からやんない方がいいかなとは、うん、思いますけど。どうしてもって気になるんですよね、チラチラチラ。いや、頑張れできんのかなと思いつつ、いや、でも無理だよなと思いつつみたいな。無理ってことは自分がダメなやつってことなのかなみたいな。もうそれも自信の芽生えようがないですね。そんな自信なかったら、まあ、ね、当然、モテにくくなっちゃいます、ね。そう。そう。全然悪くないのに、うん、勝手に自分に自信を落としてるみたいな。そんなみんな3時間睡眠とかできない。できないし、なんかああいう、こうね、NBA とかも取れないですし、ね、海外とかバンバン行くみたいなないじゃないですか、そうそう。まあ、日常で考えればそうですね。でもそこがなんかね、都会の人は多分、いるんですよ、視界に。まあまあ、いる。ちょこちょこ。それも田舎に比べて圧倒的に多いので、割合が。はい。まあ、なんかあんまりこう、不健全だなというか、そういう、ね、まあ、いい意味か悪い意味かわかんないですけど、あんまり精神衛生上は良くないだろうな。東京で自信を失うくらいだったら、地方に行ってみるっていうのも、検討の余地があるんじゃないかな。そう、幸せになると思いますけど、可愛い子だとどうじゃないですか。ほう。もう、前から言ってるかもしれないですけど、その村一番の、はいはい、可愛い子が東京に来て、残酷な話しますよ、本当に。で、なんか AKB の下っ端みたいな、なってたら泣きたくなるじゃないですか。そうですね。地元にいりゃいいのにみたいな。したらもう絶対周りからも可愛い可愛いって言われて、すごいいい感じのね、男性とくっついて、いい感じの幸せな感じにできるのに、なんでこの戦場に出てきてしまったんだみたいな。出たら負けるって、みたいな。村一番の美人は、まあ、昔から谷さんがおっしゃってるのは、地下アイドルになるぐらいだったら、地方のアイドルになると。いや、そこはもう一貫して申し上げてる次第です、ね。もしこれを聞いてる地下アイドルの方がいれば、あなたが人から承認されるのはそこではなく、うん、地方であると。絶対そう思いますね。いや、もうザルですよ。ザル本当に。どういうことですか？いや、だそもそも若い女性いないですから、ね。ああ。だから一人いるだけですごい重宝がられるし、はい、いろんなとこから引き合いもあるし、うん、例えばじゃあ、最近移住してきたアイドルの人がいて。はい、移住してきたアイドル、はい。そのまあ町おこしアイドルみたいな感じになって、はい、まあ、そこは人口1万ちょっとぐらいなんですけど、はい、アイドルっていう存在がないので、もともとゼロなんです、はい、その枠すらなかったところに、私アイドルですって入っただけで、みんながこの人アイドルなんだっていうふうに認識して、一人勝ちなんですよ。いや、パイオニアになったら一人勝ちですね。だから その人が、はい、ある町に一人いるだけで、はい、だから他の町に行けばいないんですよ、うん、ゼロ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 、うん、だからどっかに移住して、そうですって言ったら、もう、ね、こっちとは比にならないぐらいのファンができるわけです。自動的に、まあ、一番近くのファンができるわけですよね。で、そうなったらいろんなイベントにも呼ばれるし、うん、ライバルがいないので、他も声かけようがないんです、うん、
だからアイドルといえばあの人だよねってなって呼ばれて、より多くの何万人っていう人の前で歌ったり踊れたりってことができるっていう、こっちで勝負してたら、ね、結果的にゴールから遠くなっちゃうっていう、そのなんかジレンマだね。東京で貸したいとかニューヨークで貸したいって思っちゃうんじゃないですか、ね、まあちょっと勝負してあんまり目が出なさそうだったら、できれば早いうちに検討してもいいかなっていう気がしますね。いや全然ですね、33でもいけますタラネマ娘でもそんな話ありましたね。あ、そう、ありました。そう、なんかあの、なんか要するに主人公たち30過ぎてるじゃないですか、はい、で、田舎の方に行ったら、あ、姉ちゃんたち若いねみたいな、はいはいはい、あれです、あれです、本当に東京にいると若いって言われないけど、そこに行くと若いって言われるみたいな、はいはい、まあ、もしかしたらそれが幸せの近道なのかもしれないっていうことですよね。思いますね、でマーケティングとかってこっちだったら腐ることをしてる人いますけど、マーケティング上手い人は腐るもいますね。全然いないですからね、こうマーケティングできる人って誰がおるみたいな話になって、いや思いつかんなしょうがない、じゃあ Google で調べてみるかみたいな、そんなレベルなんで、もう引くって超余ったと。デザイナーとかも、ね、はい、さっきね、そういう話がありましたけど、本当に、この間もその話が出てて、はい、県の東部で、はい、まあ、フリーというか、その、はい、雇われデザイナーはまた別なんですよ、はい。作業するだけで、はい、本当にだから、上の人が仕事を取ってきて、スーパーのチラシを作ってるとか、はい、パチンコ屋の求人を作ってるみたいな、そういう デザイナーさんじゃなくて、はい、あの自分であのお客、クライアントと話をして、はい、糸を汲み取って、ものを作るっていうような、うん、その本当の意味のデザイナーさんっていうのが、どれぐらいおるかなみたいな話になったときに、うん、鳥取県東部に限って言ったら、うん、2人みたいな、3人おるかなみたいな。余裕で勝てるじゃないですか。余裕ですよ。まあ、ざっくり、まあ、鳥取をまあ60万としたら30万。はい、30万の市場が。30万の市場があるのに、3人しか受け入れる人いない。本当そんなレベルなんで、だからその3人の人たちに仕事が躊躇するんですよ。はい、はい、はいはい。売れっ子に。売れっ子になれちゃう。それで食っていけるよ、はいはい。一軒もしかしたらすごい安くて、1万円かもしれないし、5万円かもしれないんですけど、でも、ある程度大きい仕事だったら10万とか20万円とかって入ってくるんで、一軒、二軒こなしたら全然暮らしていけちゃうっていう。まあ、言っちゃえば自分から仕事を取りに行かなくても、まあ、ある程度その続けていれば自動的にまたお願いしますみたいな感じで仕事が入ってくるってことですよね。そうです、そうです、もう超余裕だろうね。だからなんでみんな東京にいるんだろうなって。なんでみんな東京にいるんですか。まあ、まあ東京は便利だしね、まあ、コミュニティもすでにありますし、はい、まあ、いろいろまあ他の理由があるからなと思うんですけど、こと仕事だけに限る、仕事とか、あるいは幸福度とか、はい、あるいはこう自己肯定感とか、はいはい、ちゃんと承認とかって話で行くんであれば、確実に田舎に行った方がいいわけです、うん。僕がホームページ作るぐらいですから、ね。相当っすよ。あ、すごいのできたね。で、セルゼオ、無料ソフトですよ。ドラッグ&ドロップですよ。え、そんなのあったんだ、みたいな。いやー、でもこうやって人に必要されるっていうのは大事なことですよね。本当に。それでポンってお金出ちゃったりとか、うんうん、それであの子はなんかパソコンができる子らしいぞみたいな、うんうんうん、絶対そっちですね。検討の余地がありますね、非常に。皆さんはね、あの求められてないんですよ、この地では、うんうん、あなたが求められる場所に行きましょうか。声を大にしてみましょう。そう、あなたが必要されているのは残念ながら東京や大阪や名古屋や都市圏じゃない、都市圏ではないのかもしれないと、はい、もうちょっと外に行くとあなたのことを必要としてるくれる人たちがいるかもしれないと。移住セミナー移住セミナー、うん、鳥取県でお待ちしております。そうですね、じゃあもし僕がうつろな目をしてる、はい、デブでチビでハゲの保護されないおっさんになった時は、はい、ぜひ地方に移住してみようと思います。なんか手遅れな気持ちどういうことですか。そうなったらなんか、もうなんか心の問題なの。病のね。もうちょっと手前の方がよかった。手前の方がそうですね。そうなる前に、今このまま都市部で暮らしてるとまずいなって思ったら、一回考えた方がいいですかね。37かな。何が37なんですか。までには行きたい。あ、田舎に。さすがに40になってくると、本当にちゃんとなんか、ね、はい、あ、人角になってないと持ってないときつい。でも35とかまでだったら、はい、特に私何もできませんみたいな感じでも、ね、まだ若手でいける、まだいける、素晴らしいです。それ以外の問題もたくさんありますけど、ね、実は住むってなったら、ちょっとじゃあ力のある
おじさんとの付き合い方のはずだったんですけど、はい、結論としては都市部でちょっとやるせない気持ちになってる人は地方の方を考えてもいいんじゃないかと。わかります。でその際にもし力のあるおさんとの付き合い方に困ったら今日の話また聞いてみてくださいと。はい、そういうことです。いうことでよろしいですかね。はい、もう完璧です。恋愛の何でしたっけ、さっき話したの。そうだ、もう一件、はい、そうだ、やれたかもいいかい。あ、やれたかもいいかありますか、はい、でもうやらないんでいいんじゃないかいいかいっていうのはい、もはやもう僕たちはやらなくてもいいんじゃないかいいかい。まあ、もうっていう、まあ、あ、違う違う、飽きちゃったみたいな感じですけど、そんなにやりたいかいいかいですよね。どういうことですか。こう、そういうセックスとか、はい、その女性とのこう楽しいいろいろがあるじゃないですか、はい、それもいろんなこう楽しみがある中の一つだなと思い始めてきて。それはゴールではないと。ゴールでだってメインではない。メインではないっていうことです、ね、だから変な話、そのなんだろうな、大して可愛くもない人とセックスするぐらいだったら話の合う人と楽しい話してた方が楽しいみたいな。まあ、はいはいはい、そういう、そういう次元の話なんですけど、だから そこで下手にこう行ったらその後が面倒くさくなったりとか、うん、そっちの方にこう頭が気を取られて、うん、こっちの方が集中できないとかっていうことが起きうるんで、うん、なんかあんまりそのやったやらないっていうのはそんな重要なポイントではないのかなっていう、うん、別にそんな可愛くなくっても、うん、すごい一緒の酒飲んで楽しいとか、うん、なんか話がすごく合うっていう女性との方が楽しいかもしれないし、うん、そのあんまり楽しくなかった、うん、ですね、なんかそういう比較の問題というか。じゃあ逆に今まではそっちがメインだったんですか。メインとまではないですけど、大事なものなのかな、うん、大事なものというかすごく上質な遊びなのかなっていうのを上質な遊び持ってたのが、はい、高尚な、なんか、はい、まあ、価値のある、まあ、そのおいそれとは手を出せないです、ね、何かみたいな15分で12500円とかそういう類のそれだけの価値が、それを払うだけの価値のあるものかなと思ってたのが、どうやらそうではなさそうだっていうことを思ってきたっていう。株価が落ちてるのかもしれないですね、だからね、自分の中での、うん、そこまで大金を払うもののほどでもないかな。大金とか時間とか、うん、あとそこに至るまで労力とか、はいはい、自然体で行けばいいですけど、どうしても無理が生じるじゃないですか、うん、時折急ぐと、うん、その時のなんかこう、なんだろう、何のためにこの辺のエネルギーを使ってるんだろうっていうような、不毛感がやばいですね、うん、本当に好きな人だったらね別ですけど、そんなに好きな人っていないじゃないですか。むちゃくちゃもう絶対これ逃したらもうダメだっていう人って。でそういう子はそういう子で結構失敗しちゃうんですよね。ちょっと良くない振る舞い、立ち振る舞いをしちゃって。慎重に行きすぎるんですよ。そう、ちょっと、オラオラという感じがね、足りなく、成分が足りなかったりするんですよね。そう。上の子はいけない。そう考えると、よくできてるなと思いますけどね。あ、その社会というか、男女の関係性というか、うん、まあ、それで自動的にスクリーニングされるというか、うん、うまい具合にこう全員が一極集中しないようにしてるわけじゃないですか。うん、なんか、あ、この子は無理だなって思う子にはいかないし、うん、はい、ちょっと無理しちゃうことはうまくできないようになってるし、はいはい、うまくできてるなって気がしますね、非常に。確かに。どうですか、その辺は。どういうことですか。その労力に見合うものですか、行為は。行為は、まあ、でも、ちょっとスピリチュアルな話になるかもしれないですけど、はい、あんまり好きじゃない子としても、心が現れないというか、っていうのはあるかなと。だから確かにさっき言ってたように、それだったら話が合う、まあ、友達とかでもいいと思う、話してる方が楽しいかな。でそう考えると、まあ、価値観なり共通体験なり話題を共有できるっていうことがいかに尊いことか。ですね。どうですか、普段そんな話題の合う子います？話題が合うなっていうことは何なんだろうっていうのを考えたときに、はい、で同じものを見てどう感じるかっていうところじゃないですか、はい、まあ、そこは別に一致しなくてもいいと思うんですよね、それもなんかこうそもそもその同じものを見たいと思うかどうか、はいはいはい、見た結果の意見が僕は違くても別にいいと思ってるんですけど、そもそもそれを見たいと思うかっていうところ、それに価値があると思ってるか、あ、それもそうですね。それともう一つはその、まあ、この
あの ラジオというかな、はいはい、ポッドキャストもそうかもしれないですけど、聞いた時に意見が出るかどうかっていう話だと思うんですよ、うん、多分今も、ね、同じものを見て意見が違ってたもんって、まず意見が出ないと話にならないので、うん、そこでこう何かこう感じるというか、うん、同じ場所にいて、その人は何か別のことに気づいた、うんうんうん、別のことを見ていたっていう、その視点が面白いんだって、そうですね。そこがある人でっていうことだと思う。うん、もちろんその、じゃあ、あそこのお店行ってみようかとか、はい、あのなんか展示会みたいに行ってみようかっていうのは、初期のその動機というか、はい、興味関心みたいなところももちろん大事なんですけど、はい、行ったところで、まあ、それはどうにでもなるんで、別に何でも一緒なんで、はい、気づく人はどこに行っても何かしら気づくし、うん、気づかない人はどこに行っても、あ、なんか、うん、なんかよく分かんなかったねとかっちゃう。まあ、何行ったよぐらいな。そこでしょうね、うん。そこがある人っていうのは面白い人。うん、どうそういう人は日常にいますか？なんだろう、ある程度やっぱぶつけてみないと出てこないですね。そうですね、もちろんもちろんそう。だからこそ、まあ、とりあえず一旦コミュニケーション取ってみるっていうことは大事かなと思うんですけど、ってなった時にある程度人数の多いところだとやっぱそれできないんですよね。そうですね、本心というか本音的なところは出しづらいかなと思うんですけど、だから、まあ、まだその物理の実験か分かんないですけど、はい、一回その粒子をぶつけてみるみたいなところが多分必要になると思ってて、はい、その探りというか、はい、僕は本当にこのイベントつまらないと思ったんだけど、あなたはどう？一旦ぶつけてみる。そう、一回ぶつけてみる、うん、あなた途中鼻ほじてたよねところで、そんなことないよみたいな、そんなことないですよみたいな話から初めて会話が生まれるんです、うんうんうん、でそこで、でもこうじゃなかったみたいな、うん、あ、確かにそういう部分はあったかもしれない、でもこういう感じかとしたらそれ面白いねって言って話がこう、うん、広まっていく。そこで応酬がある状態がいわゆる会話が盛り上がっているっていう状態で、うん、そこで応酬がないとちょっと違うのかなっていうことになると思うんですよ、ね、そうそう、でその応酬をするためには周りの目があっちゃいけないんです、はい、周りの目があるとそこに集中できない、うん、自分の意見、うん、であってその自分の意見はどう聞かれてるだろうかとか、うん、他に話したい人がいるんじゃないだろうかっていうところに気が散っちゃって、うん、自分の気持ちをこう伝えるっていうことにエネルギーは避けなくなっちゃうので、うん、できれば2人とか3人ぐらい、うんのところがいいんですけど、はい、ただ大抵やっぱりそういう公のね、はい、場っていうのは本当5人とか10人とかがっているような状態なんで、はい、本当につまらないですよね。でそうだから 場が大きくなってしまうと、こう自分のことを喋りたいおじさんがずっと喋って終わっちゃうみたいな、はいはい、空気を読まない人しか喋れない空間ができちゃうので、はい、そこはなんかもったいないなって気がします。まあ、ちょっと話それちゃいました。いやいや、今いい感じにおじさんの話に戻ってきたなと思って。そうです。そうなんですよ。だ求めてる会話の応酬みたいなところ、うん、応酬というかやり取りっていうのは、うん、そういう場では場作りですよね、うん、そういうある程度の条件が整わないと生まれてこない楽しい会話、うんうん、あ、結構いい時間になっちゃいました。本日のまとめを改めてお願いします。まとめ、そうですね。まあそんな別に人に言えるようなあれはないですけど、いやいや、まあ、まあ、弱いね、何十年の結論じゃないですか、とりあえずの。そうですね。まあ、丁寧に、はい、人付き合いは丁寧にやりたいですね。はい、あとは、まあ、田舎というか、ね、自分が必要としてもらえるところっていうところに行った方がいいっていうことと、うん、あとは目標になんかたどり着くための手段は他にもあるっていうことですね。うんうんうん、こっちでいきなり1位を目指すんじゃなくて、うん、まずは鳥取県代表になってから全国大会に行くみたいな、うんうんうん、こっちだとまず、ね、東京大会に負けちゃうんで予選で、うんうんうん、っていうところはもうちょっとこう柔軟に考えて利用した方がいいかな、カンボジア代表になった方がいいかな。はい、ひろしさん。そうですね、まあとかくこう一回こう自分の生活なり日常なりを俯瞰してみないと、うん、視野が狭くなりがちになって、うんうんうん、ちゃんと思うんですよね。で、視野が狭いってことは、なんか、自分の、まあ、目標なり何なりを叶えるときに、これしかないって思い込んじゃう。はい、で特にこう、負けが込んでると、ホームランを打たなきゃいけないって思っちゃうんですよね。はいはい、ただやっぱりホームランを打つのはなかなか難しい。はいはい、だったら、一回それを、まあ、違う方法、なんか野球じゃないかもしれないとか、東京じゃないかもしれないっていうのを一回考えた方がいいんじゃないかなと。難しいですけどね、どうなんだろう。まあ、ここ、視野が狭くなってる状況だと、はいはいはい、まあね、視野が狭くなってる状況でもっと
広い視野を持てっていうことほど不毛なことはないと思うんで、環境を変えるってことしかないんですよね。そうですね、付き合う人を変えると、はいはい、あと住む場所を変えるとかっていうことを多分しないと、はい、お前健一さんですかね。あ、そう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 、仕事を変えるのもそうですし、はい、そういう、こう強制的な外部環境というか、そうですね、っていうのを自分で意識的に変えないと、うん、思考は多分変わらないと思います、ね、どう頑張っても。まさかの大前健一さんの言葉で締めることになりますけど、はいはい、人が変わるには3つの方法しかない、はい、住む場所を変える、時間の使い方を変える、付き合ってる人を変える、そして一番やっちゃいけないのが気持ちを新たにすることだとおっしゃってました。申し訳ございません。いやいや、何で謝るんですか。いやいや、気持ちを新たにね、不倫がバレちゃったみたいな。気持ちを新たにしちゃった。大丈夫、ケンさんだ、それは。いやいやいや、まあ、ちょっと不倫の話も一回テーマとしてやってみたいですけど、ちょっと今日男性論みたいな話だったんで、半分ぐらい。あのね、老人の話をしたいんですよね。はい。老人、この間新聞読んでて、ちょっと話それますけど、はい、その中に、その老人としての役割、はい、老人の役割って何なんだろうみたいな、あ、いいテーマですね。話があって、昔は、祭祀というかの、うん、儀式だったりとか、はいはいはい、まあ、シャーマンというか、そうそう、いうところだったりとか、あるいはその知識を伝える、伝統文化を伝えるってことだったりとか、はい、あるいは子供のお守りをしたりとか、はい、あるいは何かこう、そういう知恵を知ってて、うん、あるいはこう場の取りまとめ役というか、こういう現場みたいなところだったりとか、最終決裁者とか責任者とかって、まあ、いろんな、何かしら役割を与えられてた。あったのが、今はもう全部分業になっちゃって、しかも全部 Google で調べたら出てくるっていう、でしかも家も離れてて、子供も離れてる、同居老人になってるってなった時に、で、老人の何を敬えばいいんだろうなと思って、はいはい、今までこう頑張ってこられて、この社会があります、この街がありますっていう、私たちの暮らしが成り立ってますっていうのは、はい、フィクションなんですよ。僕らは想像することしかできなくて、目の前のその個体に対しての敬意っていうのは、そのままでは持てない。そう、彼が頑張ってきたんだろうなって言って初めて敬意を持てるっていうだけの存在、今成り下がってるので、だから老人が本当にただのこう社会保障費のこう食い、なんかね、金食い虫みたいなもんだと、本当に老害、さっきの有力者の話もそうだと思うんですけど、老害って言われたりとか、なんかまあ死に損ないじゃないですか、なんかこう、そういうような状態に今なっちゃってるなと思って、だから老人の価値、老人の現代における役割っていうのを、ちょっとこれ、そろそろ、なんか再定義しないと、なんか無意識のうちに危険な、なんか多様性の話なのかな。この話は、その、なぜ今考えなきゃいけないかっていうと、僕らもいずれ老人になるわけですよ。はいはい、例えば僕らが60過ぎて、70過ぎて、長生きして、80とかになったときに、今度はそういう目で見られる対象になるわけですよ。そうそうそう、だから、今僕らが、その、老人について考えるってことは、すなわち、自分たちがどんな、老人になりたいかとなるべきかっていうところにも繋がってくると思うんですよね。で、多分そのね、50代とか60代の人たちっていうのも、多分その恐れがある気がしてて、自分って何なんだろうっていう、もちろん今の役職だったら立場があるから、そういう、ある程度権力を持っていて、できるし、その、まあ、タコツボかもしれないけど、その分野に関しては、まあ、それなりにこう知識と経験もあるみたいなことなんだけど、じゃあ、一体何に放たれたときに、その役職なり、地位なりがなくなったときに、自分は何者であるかっていう。っていう、そういう不安が、多分50過ぎて出てくるんじゃないかなと思ってて、それってむちゃくちゃ怖いよね。うん、まだね、80とかだって、自分はもうダメだよって言ってぐらいできるよ。まだプライドもバリバリある50代、60代が、俺ってもしかして価値ないみたいな、これから俺価値見出していけないっていう不安って、男性にとったら相当やばい気がしてるというか。一つの解決法としては、僕はあまり公には言ってないですけど、はい、男性不要論を唱えてるんですよ。はいはい、いかに男性が、その、政府として不要かっていうのをある、考えがあるんで、その話とかもできるかなっていう気はしますね。ちょっと今日は、今回はね、そうそう、もう1時間過ぎちゃってるんで、ここら辺にしましょうか。そうそうそう。そうじゃあ次回は、はい、次回は。何でしたっけ老人を。現代における老人の役割とは、役割価値。じゃ次回は、現代における老人、いくつぐらいの想定、60、70過ぎ。70いこうかな。
それ男女問わず。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 現代における老人の、まあ、存在意義、価値の話をできたらなと。そうですね。そう。で、そこにね、なんかね、ある気がする。はい、何かの答えが。はい、その、この、今の時代の、なんかこの気持ち悪さの原因がそこに凝縮されてる気がしてて、はい、そこは、だからこういう考え方をしなきゃいけないってな、っていうのが見つかれば、はい、できる、なんか使える人間と使えない人間とは何かとか、はい、その、無意識に僕らが不安に感じてること、現代社会で生きてる中で、無意識に不安に感じて、なんかせき立てられてる、焦ってる、うん、こうしなきゃいけない、べき論だったりとか、こう振る舞わなきゃいけないだったり、何かこう失敗をせずに生き抜くためにはどうしたらいいかとかっていうようなことの何かね、こうヒントがそこに隠されてる気がする。あ、ちょっと、勉強しないとな。え、まあ、その一回自分の中で考える整理していきましょうかね。まあ、全然まとまってないので、はい、もう何かある気がするんですよ。いろんなことにね、一旦結論を出すっていう行為はすごい楽しいことだと思うので、はいはいはい、まあ、またこれで一つ人生の悩みなり、そうですね、あの疑問の答えが出ると考えればまあ楽しいですよ、ね、いや、もうそう思います。大事だと思います。じゃ今回はここまででよろしいですか、はい。それでは皆さん、また次回、ありがとうございました。ありがとうございました。